1933年度時局供給事業として建設された山口川洪水調節地時局供給事業は1932年から1934年にかけて日本で実施された景気対策を目的とする公共事業である。国家財政から総額5億5629万円。地方財政から総額3億858万円。 合計8億6487万円が投入され、各地で土木工事などが行われた。1929年10月にアメリカ合衆国で株価大暴落が発生し、当時の浜口内閣は古典派経済学の考え方に基づき1930年1月11日に金の輸出解禁を実施するとともに、緊縮財政政策を取った。しかしながら、 結果的に日本の昭和恐慌につながり、工業生産額の低下、製品化。一方で1931年9月に満州事変が起こり軍事費を増やすべきとする意見が強くなっていた。同年12月に発足した犬飼内閣で大倉大臣となった高橋小暦夫は就任直後に金の輸出を禁止して経済の安定化を図ったものの、 特に農村部において不況が深刻な事態となっており、1932年5月15日に5.15事件が発生するなど、社会不安も広がりつつあった。重大な事局が叫ばれる中、同年5月26日に発足した斉藤内閣は別名挙国一致内閣とも呼ばれ、高橋小紀与が引き続いて大倉大臣に就任している。 6月に開かれた第62臨時議会において、農村救済決議いわゆる自局供給決議が行われ、続いて8月から9月にかけて開かれた第63臨時議会、別名自局供給議会において、事業の具体的内容が決定した。同時期に、アメリカ合衆国で実施されたニューディール政策と同様、ケインズ経済学の理論に基づく、 財政資金投入政策である。日本においては、軍事費の民間発注と、自局供給事業を、当初計画において3年間で、国家財政から6億円、地方財政から2億円を投入することが、決められている。財源として、政府交際や満州事変交際を発行して、これを日本銀行に引き受けさせ、一方で政府が、 日本銀行から現金を引き出し公共事業という形で市場に資金を供給する手法が取られた。事業目的として、中小商工業者、農業産村の救済と農産物、価格下落対策が掲げられ、初年度の国家負担分は一般会計の1億6300万円と、特別会計の1300万円、地方負担分は8700万円。 合計2億6300万円であった。具体的には、主として内務省と農林省に関わる土木事業であり、治水事業、港湾整備、道路整備、開墾用排水路整備、農業土木、鉄道建設などが盛り込まれた。また、植民地の港湾整備なども行われており、これは、植民地から日本本土への失業者流入対策としての側面が、 あるとも言われる。さらには、海運不況対策として1928年に提案され、一時は却下されていた船舶改善助成施設による老朽船のスクラップビルドも供給事業として復活している。初年度において、陸軍省2850万円、海軍省2844万円が割り当てられた。これは、 軍事費の民間発注による経済効果を見込んで供給費として計上されたものであり、翌1933年度以降は供給費ではなく軍事費として計上されるようになった。また、1934年度には供給費が削減され軍事費に振り向けられている。1932年以降に総需要が回復しており、輸出の拡大にも貢献するなど、 政策の効果は顕著であった。土木事業が主体であったことから、特にセメント製造業や鉄工業の生産増加に寄与した。継続を望む声も強かったが、欧米先進国に先駆けて、日本はデフレから脱客資景気が公共となってきた状況を回り、自局供給事業としては予定通り3年間で終了した。しかしながら一部の事業は1935年以降も、 災害復旧費などの名目で続けられている。満州事変に代表されるような、持てる国、持たざる国という国家社会主義経済観による軍備予算増大策も強く影響していた。その代表例は、学生時代に京都帝国大学の川上はそれは、世界教皇以降、石原幹事ら陸軍幹部らの満州進出の構想に強い影響を及ぼしていた。 北一期や大川周明らの右翼社会主義の思想も、経済思想は左翼社会主義の共産主義と同じで、金融政策、為替政策、財政出動策による内需拡大を目指す近代経済学のような完全市場主義から、決別、政府の経済への関与による景気対策による経済成長論は無視するものであった。そうして、主に陸軍は、 資源確保のための軍事力拡大、植民地政策に固執していた。一方、海軍の中では、条約派も国家主義者も、その経済思想を否定していた。国家主義者だった、宇垣まとめでさえ、陸軍の満州進出策を批判していたが、宇垣の、古事記根性100までやらずの陸軍に対する野揄は、典型的である。そうした、満州へ満州へ、の風潮、対等により、 軍事費も増大し続けていた。そうしていたところ、日本は世界恐慌デフレからの脱却に成功し、景気が拡大したことから、高橋レキオらは、インフレ予防策としての出口戦略から、財政拡大策の進路を変更、財政の均衡化路線への復帰、軍事、なお、戦後のハイパーインフレーションは、戦災による生産能力の極端な供給不足によるもので、 戦前の高柱のデフレ対策としての経済政策はほとんど関係ない。ありがとうございます。